NHK 日曜討論を一部引用します。売国自民党、それから公明党、それから維新の会が出ておりますから、豚うんこの悪臭がします。臭くてしょうがない時は鼻をつんで我慢してください。じゃあ大石さんお願いします。政策活動費で先ほども50億という例があったんですけど、2022年だけで茂木幹事長で約10億円と、まあもうちょっと意味がわからないですね。ね、公明党の方が、まあ、他の党もやってたよなみたいな、そういう前夜かなみたいな、まあ、そういう自民のアシストやめてもらっていいですか。これ自民が問題にされてるんですから、だから自民の問題なんですね。もうこれ廃止するしかないと思います、政策活動費は。まあ、こういったあの偏ったエリートの男性がね、金権政治によって何度も何度も再選して議員を続けられてるっていうことがおかしいんで、これ喜ぶのはまあ統一教会みたいな、統一教会しか喜ばないような現実離れした結婚観とか家族観とか共同親権とかを国民に押し付ける結果になってるわけですし、アメリカと財界の要求通りに戦争ビジネスで儲けていこうみたいな、そういうさもしい法制度を通している状況ですので、まあ、これを変える必要があります。禁止すべきだという指摘もあったと思うんですが、これ考えていかなきゃいけないのは、うん、国に全部首根っこをつかまれているような、まあ、そういった政党が与野党で、いいのか、まあ、やはりその政治家あるいは政党がしっかり自らの足で立てるような状況というのがやはり必要なのは事実だと思うんですね。新人でチャレンジする人、まあ、そこをこう弾く既得権になりかねないので、まあ、そこは全てを政党交付金でというのはやはりそれは間違った認識なんだろうと思います。令和新選組の大石さん、どう考えますか。自民の方が今国に首根っこをつかまれるようなお金の持ち方でいいのかというふうにおっしゃってましたけど、もう国を私物化しているのが自民党ですから、先ほどの発言も衝撃を受けました。政策活動費何十億円使ってる、これ言えないんだという内訳として、台湾との外交もやってるからっていうお話なんですけど、もうそんなんやっちゃいけないんですよ。自分の党のお金で外交の見えないお金でやって、で一方で先ほどスクープであると言ったような官房機密費で自民党の選挙の裏金を出すとかね、まあ、そういうやっちゃいけないことを堂々と今白昼堂々と言ってるという自覚はしていただきたいですね。で、政治資金パーティーの話です。やはりこれも制約していくべきですね。禁止していくべきだと考えます。これは与党自民党だけではなくて、大阪で与党の維新もそうです。吉村知事が万博カジノの夢島開発に関わる大和ハウスからも大金のパーティー券を購入してもらってますので、まあ、こういう金権政治をやめさせるということですね。万博に協力する企業から多額の献金を受け取ってるなんて事実はありません。